東京都道127号秋津停車場線とは、西武池袋線秋津駅南口から秋津一丁目交差点まで、全長672メートルの一般都道である。商店街区間ほぼ全線が境愛で、自動車道としては全く実用的でなく、信号機も終点交差点にある一箇所のみである。秋津駅から約200メートルが商店街となっており、 秋津駅、JR 武蔵野線新秋津駅間の乗り換えに必ず通行しなければならないことから朝夕のラッシュ時は歩行者が非常に多く通行する。この区間は本道路の中では比較的道幅が広い部分ではあるが、それでも境外であることには変わりなく歩行者のみの交通量にさえ交通容量が不十分な状況である。新秋津駅前約百二十メートルの地点で南へ、 折れ曲がる。ここから秋津一丁目交差点までの区間約470メートルは、秋津駅開業の遥か以前に作られた、狭く普通自動車同士の利号が困難な道路であり、福音制限1.7メートル、制限速度時速20キロメートル3と二以上の、積載量の貨物自動車通行止めとなっている。交通量は歩行者、自動車のいずれも少ない。なお道路内に、 都道標識は設置されておらず、周辺道路の案内標識でも案内の対象になっていない。Google マップでも都道として表示されない。両駅の専用連絡通路を設置することができないため、経緯については、秋津駅の項目を参照。5万文1地形図第2本帝国陸軍、参謀本部陸地測量部明治41年即図、Google マップ等外1、ありがとうございます。